まあ、その伝統工芸品とかですね、あとまあ木工品とか、まあ、そういった今までこう職人さんがこう手でですねこう作っていた、本当に職人のまあ技能、まあ、高い技能で作ってたものにプラスデジタルの技術を加えることで、よりなんかこう新しいものが作れていけるんじゃないかなというところで、今全くですねその水滴画とかこう使っていないような分野にもこういった 3D の技術を使うことで何かこう新しいことができるんじゃないかなと、今 3D CAD はですねあの生成 AI の技術もこう組み込まれるようになりまして、よりですね使う人が使いやすくなってくるのかなというところまず一つありますし、今現在 3D CAD のマウスを使ってですねこう実際操作をしているんですけれども、タッチペンとかを使ってこう絵を描くように 3D CAD を操作して、まあ、立体を作れるようにもなってきていまして、あとは最近の VR とか AR とかその MR とかいったこうヘッドマウントディスプレイのこうかぶって手を動かしてこう引っ張っていく形をこう伸ばしたり縮めたりとか、こう手のアクションとかでですね、立体を作っていくような技術も発展してきているので、まあ、今ではもうマウスを使ってやるのがまあ CAD だったんですけれどもまあマウスを使わずですね、まあ、そういったタブレットだったり VR だったりとかそういった技術と合わさってですねこう設計ができるようにそうなってきたら楽しいんだろうなと思っているところです。まずは裾野を広げていきたいっていうのはまず一つありまして、まあ、本当にいろんな方にですね、まあ、そういう技術を使ってもらって、まあ、より楽しくよりいいものを作っていってもらいたいなっていうのがあります。なのでさっき言った製造業だけじゃなくて、まあ、伝統工芸品だったりとか木工関係とか、そういった方たちにもこう製造技術をこう気軽にですね使ってもらえるように、まあ、ちょっと普及活動していきたいなっていうのがあります。ただもう一つやっぱり今 3D CAD を使っている方たちがより次のステップに進んでいきたいという時の、まあ、サポートもですね、まあ、しっかりしていきたいなと思ってまして、まあ、その大きな展望というのはちょっとないんですけれども 3D 技術の活用はまだ氷山の一角だと思ってまして、まだまだこう活用できる分野があるんじゃないかなと思ってまして、まあ、自分もいろんな人とこうあのお話ししたりとか、あいろんなところの方とこう会ってですね、まあ、本当に地道にコツコツと私にできることを信じていきながらですね、そういった 3D 技術の普及に努めていきたいと思っています。